はい、どうも、はじめまして、こんにちは、ゆういちです。今年はチャンネル登録2000人目指してます。ぜひ皆さん、チャンネル登録お願いいたします。ということでですね、今日はですね、PS 第2弾、あの選手をね、僕のセーブ純正で使っていきたいなと思います。それがね、こちらの選手です。はい、西口選手。西口さん。西口コーチ。西口選手を使っていきたいなと思います。で、ちょっとまだね、育成途中なんですけども、A ランクのね、育成が終わってないので、煙突0回の特訓後でやっていきたいなと思います。まあ、それでもスピリッツ3700あるんで、まあ、変化量マイナス1になることはないんじゃないかなと思います。ただ一応特殊能力はね、全部上げております。まあ、後々ね、極みになりますんで。で、西口選手ですね、このスライダー2種、まあ、これが強いと。まあ、リアタイにおいてね、スラカット時代っていうのがあったんですけども、その時にね、もう無双をしていたピッチャーとよく言われていますが、僕はね、スラカット時代、プロスピやってなかったんで、全然そのこと知らないんですけども、まあ、今でもね、十分強いと思います。まあ、なのでね、この西口選手、おそらくね、今後西武純正のエースになるであろう、この方をね、今日リアタイで使っていきたいなと思います。ではもう早速リアタイ行きましょう。どうぞ。ちょっとリアタイ行く前に、さらっとね、ちょっと今西武純正のリアタイメンバーこんな感じなんですけども、外野手がね、外野手がマジでいないです。コナミさん、外野手追加、お願いします。はい、皆さん、またまたね、撮影中に猛者でございます。まあ、打率5割なんでね、結構参考になるんじゃないかなと思います。で、一応ね、西口選手の強いと言われている配球がやっぱりこの真ん中に着弾するやつと、左バッターだったらこの出し入れですね、インローの出し入れ、ここがすごくね、重要になってきます。あとやっぱりね、低めってすごくね、見極めづらいんで、まあ、ベストピッチ出してあげるのがやっぱ大事ですね。OKOKOK。 さあ、広角出てるとアウトコースは怖いとこではあるんですが、一発ちょっとフォークいきますか。甘い、いけるいけるいける、ナイス。皆さん、5割をこんなにスムーズに、三者凡退です。ありがとうございます。さあ、そして皆さん、ですね、ちょっと僕ね、アップルペンシルがぶっ壊れてしまいまして、今日指でやってます。まあ、なので多分ね、打撃はね、全然打てないと思います。いや、しかもね、マーク、まあでもこれシリーワンかな。いや、指はね、もう手汗との勝負。僕手汗結構かきやすいんですよね。かなり打ちづらい。さあ、カブレラ来ました。カブレラパワー99でしたね。今指だとツーシームが追いつかないんですよね。いや、マジでiPhone 勢すごいと思います、本当に。いや、マジ指全集中。ああ、いや、滑るわ。いやー、マジか。さあ、ちょっとここもね、抑えさせていただきましょうか。この外の出し入れ、あ、ちょっとベースピじゃないかな、広角出てないんでチャンスですね。まあ、一応回転がね、速いか遅いかで見極められるんですけども、結構難しいんですよね、それがね。いやー、ベースピじゃない。まあまあ、ヒットは出ますからね。相手5割のランカーですから。ここでね、ストレートどうでしょう。じゃあ見せ球としてね、見せておいてからの、いや、マジベースピ出ない、やばい。今のは取ってよ、今のは取ってよ、ビタビタでしょう。よし、あ、危ない危ない危ない。いや、全然あれですね、多分今の多分大きいのと思ったんじゃないですかね。やばい、ちょっと今マジベースピ出ない。いや、今いい球だったけどな。さあ、フォーク、ナイスボール、素晴らしい、素晴らしいボール。いや、なんでベースピ出ない。 OKOK、 ナイスナイス、素晴らしい、最高です。いや、マジ西口選手ね、この2段出なかったらどうしようと思ってたんですよね。おお、素晴らしいね。去年のね、スピリーグマジでね、西口さんいればと思ったのが何回もありましたからね。ナイスボール。いや、えぐいわ。いや、このストレートどうだろう、これ。いや、打たれるかも。よし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 。セカンドフライ使った。さあ、ライオンズ。
点圏にランナーを置いて迎えるバッターは、さあ延長です。まあタイピン出たんでね、これはかなり期待できると思うんですけどね。よし、ナイス、殿崎さん、それはえぐい、それはえぐい、スーパープレー。これだから殿崎さんはね、やめられねえ、外せねえ。ここね、無失点の抑えたらめっちゃでかい。あー、ストレートは怖いな。あー、いや、今良かった、今のは良かった、いい球、今の低さはいいよ。ちょっとミスしてしまったから軌道を変えた、ギリギリ取れる、よーし。皆さんランカーの打率5割抑えてます、西口さん。さああとはね、もうね、このサヨナラがするだけ。ツーシームも多めなんですよ、この辺ね、低めの狙っていきたい。ほら、あー、ゲッツーだ、マジかー。いや、対談してしまったけど、スパンジェンバーグ頼む、決めてくれ。ありがとうございました。西口さん最強です。皆さんぜひ撮りに行ってください。ということでチャンネル登録高評価お願いいたします。ありがとうございました。